柳田、山田、やばいっす、菅野、えぐいっす、大谷。山田選手が3回目のトリプルスリーを達成しましたが、どう思いですか？柳田、やばいっすね。菅野投手が沢村賞を受賞しました。柳田選手から見て菅野投手はどんな印象ですか？柳田、えぐい。メジャー大谷選手の活躍はどう思いますか？柳田、参考や励みには全然ならないです。大谷は何人とか、そういう人種の枠を超越した存在だからです。その見方は向こうメジャー関係者も同じだと思います。もう日本人という枠で見ていない。大谷の成績はそういう対象にはなり得ない。僕らは大谷に日本で見せつけられていますから、余計にそう感じる。大谷は一人でチームを勝たせられる存在。僕らは大谷がいたらずっと優勝できないとまで思わされた。そういう選手と自分とを比較することはできないんです。草。大草原。これゴーストライターいるやろ。どうした聞いた言葉遣いが変だぞ。ホークスの大卒とは思えない話し方。めっちゃ真面目やん。なんでこんな謙虚なん。柳田がっぺ説。大谷とずっと比べられて翔さんもメンタルやられたからな。大谷は反則キャラだし。正直大谷に関してはガチで誰も比べる相手おらん。完全なる唯一無二。大谷って日本にいた頃からバッティング練習やばいって選手間でもよく言われてたけど、メジャー行っても同じこと言われてるのは草だわ。